ミーグリ一時完売結果が出ました。完売はお寿司、川田さん、小魚、このちゃん、ひなの、しょげこです。影を除き前作の一時完売メンバーにひなのと川田さんが追加された感じの結果ですね。一期二期三期の完売状況です。リアルミーグリに温存してる方もいるのか、前回より完売が減ってるメンバーもいますが、川田さん、ひなのみたいに全完売してるメンバーもいて言語化が難しい表ですね。四期と別日の完売状況です。今回しょげこが全く当たらなかったって方がすごく多かった印象が強いですね。選抜制になるかは分かりませんが、なるならこのミーグリが基準になってくると思うので、そこにも注目していきたいですね。完売表を見たお日様の反応は、完全に主軸が2期になってきたな。そして4期はしょげこだけ飛び抜けすぎ、リアルミーグリの影響でかい気がする。リアルあるならこっちに投げないし、都市キョン2連続で支払い星なのかな、それかリアルミーグリに流れたか。リアルミーグリアル中1時で完売6人出てるならいい方なのでは。一時完売メンバーもいつもより当選率高かったから投げてる人減ってるのはあるのかも。リリースの間隔が狭すぎてオタクの財布事情がきつかった説。特定のメンバーに集中する形になっただけで完売率自体は前回とあまり変わらない。ただ全体的に見るとリアルミーグリに備えてる感はあるわ。